もう一回クリアでやりましょう。これで受け流したら先走って動くとついてかっちゃいますからね。ゆっくりゆっくりで普通の、あ、ゆっくりで先走る。ここで受け流します。ここに犬を切ってますね。ここで、そうね、で押していきます。これで一歩落ちるラインで作りますね。この時に気をつけなきゃいけないのは、ここが見えないね。でだから ここに追ってっても、ここで大丈夫ですね。これは浮いてると、こういうふうに浮いてると、こう落ちますからね。あ、当たりますね。で、あと、顔が、まあ、これは極端に、顔が見える、見える、見えない。あと、小手が見える、こうで、ね、こんなふうにして、小手がぶつかんないように、しっかりとこのラインで、自分の体を守ります。で、あと、体をねじれないようにね、ねじれて、こっち側にね。で、そうすると、このラインができてると、で、あとあれね、ここで、いいです。ここで、こういうふうにすると、ちょっといいですよ。この状態で、こうですよね。で、この時に、こういうふうになってると、遠回りになります。自分の体が、こう切ります。この状態から、そのままこの状態から相手を切って。